岩沼市民バス。岩沼市民バスは、宮城県岩沼市にて運行している、コミュニティバスである。愛称は、アイブズ。運行形態は、自家用自動車による有償運送で、運転業務を、宮古バスに委託している。運行開始当時の路線図2018年3月12日、改定。2018年3月12日現在、以下7路線がある。年末年始は、 全路線運休。上記のほか、岩沼デマンドタクシーの車両を用いて、以下の2路線を運行する。1回乗車200円、土曜日、日曜日、地粛費を及び、年末年始は運休。2018年3月11日までは、以下の7路線を運行していた。は、不景指があり、年末年始は、全路線運休。大主線南長瀬先生部線、東部線、空港線那、那ヤ。 千南北線2千九年の車両代替前は運行開始時に導入された d s c 四台と昨日のレインボー一台と二千七年に宮城交通名取営業所より移籍したいすずジャーニー系が使用されていた車両検査時等は宮城交通または宮港バスシステムの名取営業所所属の中型車が運用に入ることがあったが前日の宮城交通より車両が移籍してからは ダイソーの機会が減っている。ありがとうございます。